一路平安。左手前方には鉄橋が見えてまいります。鉄橋の上は JR の鉄橋駅です。全国でも珍しい頂上の駅です。ちょうど JR まで進化してます。いいタイミング、皆さんご覧いただけましたか？皆さん持ってます。その奥に見えます山は愛宕山です。山頂には愛宕神社の神様が祀られております。生後3歳までにお参りに行きますと、その子は生涯火の災いに遭わないとされております。トンネルに入ります。トンネルを抜けるとトロッコ保津峡駅に停車します。